クールガールゾンビハンター。どうして、なんでゾンビが急に。うわ、こんなにたくさん集まってきてなんだかゾンゾンたち、あの通信機に引き寄せられてる気がする。ゾンゾンって何？ゾンビたちのあだ名だよ。かわいいでしょ。え、どうだろう。姫路、いつもの感覚。うん、多分そう。仕方ない、接続を切るか。そんな、せっかく脱出できるチャンスですのに、接続を切るなんて嫌ですわ。戦いましょう。通信機を守れば済むことですわ。でも大軍ですよ。守りきれませんよ。安心なさい、この金崎蓮様がいれば。待って、これは聞いた話なんだけど、ゾンゾンは女の子の服に反応する。え、何それ、本当に。クボタ、今は姫路の言葉を信じろ。私は通信を続ける。通信機を守れ。え、でも服に反応するって。わかった。よーし。ちょっとさゆり。なんですよ。はしたない。まだまだいい。
は撃退できたね。マヤヤちゃん、ありがとう。どうってことないよ。マヤヤの勘に間違いなし。えへん。マヤヤってやっぱりすごかったんだね。それに上条先輩もマヤヤのことを信頼してるんだ。全然。エナミンたらほんとマヤヤに冷たいんだよ。え、そうなの？ちょっとは信用してくれてもいいのにな。うるさいぞ姫路。上条先輩、どうですか？繋がった。こちら ZPF のハンガ、緊急チームを受信しました。そちらの状況を伝えてください。こちら桐作高校、私は3年の上条江波です。学生？この通信は教師にのみ許可されているはずよ。緊急事態です。大量のゾンビが校内に入り込んできました。校舎内に現在私を含め5名の生徒が取り残されています。自力での脱出は困難です。早急な救助を要請します。そちらの要求および状況は了解しました。しかし何ですか？現在当該地域において同時多発的なゾンビの大量発生が確認されているの。同時多発ってこの町のあちこちでってこと？そうよ。全部救援および救助のヘリを向かわせているけど手一杯の状態なのよ。すぐには救助に来られないということですよね。そう。加えて周期的に原因不明の強力な電磁波のようなものが発せられているの。電磁波？そのため思うように救援のヘリが出せなくて電磁波の影響を受けにくいドローンによる物資救援を送るわね。それでもっと落っこちてちょうだい。いつまでですか？聞こえますか？いつまで、いつまでなんですか？ダメだ、途切れた。さゆり、どうしよう。大丈夫だよ、リサ。救援物資は来るんだ。それまで5人で力を合わせて耐え抜けば大丈夫。それ本気で言ってるの？もういくらゾンゾンの大群が珍しくてもこんなところにいつまでもいるなんて嫌。ヒミシ、諦めろ。アキハの言う通り、絶望しても仕方がない。生き抜くことを考えなければ。当然ですわね。死ぬなんてありえませんもの。さゆり、私リサ、生き抜こう。